アナウンサー生活35年今だから言える あんなことこんなこと翔平さんの忘れられない体験や今の日本が忘れかけている風景や習慣についてお話しします、はい、さあ皆様お待たせいたします、はい、翔平さんの高校時代のお話懐かしのお友達高校時代8回目です。はい、8回目我が桑原三兄弟、はい、なぜか水泳が大得意でした。うん、長男の和志次男重春はいずれも最強高校から東京の成城大学で水球をしてました 次男は1964年東京オリンピックとかメキシコオリンピック水球日本代表、うん、長男はインドネシアスカルノ大統領が主催した新興国世界スポーツ大会水球日本代表ところが三男の私<え>兄二人が行った京都一律最強高校受験失敗、うん、ということは最強で水球をやることができず京都西高で勝手に競泳をすることになりました、はい、といっても、うん、中学時代の朝日新聞主催全日本中学生通信大会では ね、200m バタフライ全国11位、うん、年間ランキングでは全日本5位、うん、それほどきついトレーニングしなくても素質だけでそこそこの好タイムが出るで,、ね、でも高校にはプールがなく、うん、京都市営西京極プールで1コースだけ借りて練習隣のコースは堀川高校水泳部が練習、はい、そこには同じバタフライの高校日本一の岩本浩二選手が練習しています、うん、でも岩本選手の体この人ね 非常に柔らかいビート板を持ってあの当時のビート板ってねみんな板なんです。あ板で今のようにね、はい、もうあの樹脂とかそんな軽いやつ違う。ええ、重たい重たいもう1時間も水につけてたらね、うん、その板がもう沈むぐらいの重たい。ああ。その板を持ってキックだけで、うん、なんと100メートルをね1分15秒で泳ぐ。 メートルはい私両手両足で必死で1 0 0ルバタフライを泳いでも1分7秒はかかった<ー>でもその年の京都府高校水泳選手権京都選手権国体京都府選考水泳選手権、うん、いつも優勝は当然堀川高校岩本選手、うん、大きく離されて2位は京都西高桑原翔平そして京都新聞スポーツ面に熊本国体京都水泳選手団決定と大きな文字、はい、そして小さく私の名前と顔写真が新聞に載った、うん そして京都の有望選手はバタフライ岩本かっこ堀川背泳ぎ井上かっこ東山だけ書かれて私のこと何も書かれてません、うん、でもこれがうれしかったついに新聞で国体選手として名前が出た、うん、中学生の時はやっぱり地元の圧倒的読者のいる京都新聞が私にジュニアスポーツ賞をくれましたなんと私バタフライ全国的選手として大々的に当時表彰され新聞史上写真入りで出たんです、うん ね、高一の夏は国体京都府代表選手としてまた新聞に出ました自意識過剰の私これほど嬉しいことございます新聞全部買い占めてシリアに送りたい,いの <laughs> <laughs> あの頃はね今と違いまして、えー、国体つまり国民体育大会の世間の認知度はね もうそれはそれは、ね、ものすごいもんでした、うん、今なんか国体何それってなもんですうん、うん、それは地方によったらね国体のやった前の道をね国体道路と名前までつけてるんですかあ,ありますね、うん、大会開催地熊本に向かう京都府選手団が京都駅夜8時過ぎ 熊本急行き天草に乗車する、うん、30分前からね広い京都駅一番線ホームでねあったんです、うん、あの頃の国体夏季大会は水泳ボット、えー、ヨットボートなどの種目がありまして、うん、競泳でもね高校生の部、はい、青年の部教員の部と3つのジャンルそして水球があった。 全員で5 6 0人の京都府代表選手がねなんと京都駅一番ホームに勢ぞろいそしてその選手たちを見送るために各学校、うん、各職場いろんな人たちがホームに人があふれるほど、はい、まあ私人数呼んでませんけれどいい、ねえー、軽く1,000人を超える人たちがね 激励に来ててくれて各高校の応援団ブラスバンドが演奏そして選手の名前を張り上げて「ふれーふれ!」とエールをしてくれるまず「山麗しく水清く我が京都」というね京都府民の歌コーラスで始まりましてなんと蜷川寅蔵共産党京都府知事の挨拶続いて高山儀蔵京都市長の激励が続きます。 私たち選手は横一列に並びまして東山高校応援団長が東山高校の代表選手のみならず他校の私まで「フレフレクワバラフレフレクワバラフレフレクワバラ」とこれエールをね披露してくれるそして帝国は何時か忘れましたが電気機関車に引っ張られた熊本駅急行熊本はガタン ガタンに向かいますもちろん我々当時は全部窓が開きますから窓を開けて身を乗り出してホームの人とテープを持ち合いそれが切れるまで「さようなら頑張ってこいよ!」う国体に参加するだけでこんな大ごとな見送り風景今や国体といえば勝手にに会場行くのがでも六十数年前の国体選手出発はねたくさんの人たちの見送りそしてセレモニーとブラスバンドに応援団ゃ ちゃ華やかるもんでしたす当時国民体育大会つまり国体そのものがもうまるで、ねはい、オリンピックあですよ、ね、そんな盛り上がりを見せた、うん、我が3年間参加した国体高1の時が熊本高2が福島県会津若松高3が岡山 どこの町も全市民挙げての大歓迎。うん、国体選手というだけで、もう開催する県や町大接待してくれた。どうでしょうね。さあ動き出したね。もうこれが楽しみでございます。うん、もう列車では早速全員が見送りのための清掃学生服。はい、私はスーツ。うん、それを脱ぎまして、ええ、トレパントレシャツに着替えます。はい、夜行列車もちろん寝台車なんかだありません。はい、背もたれが九十度ま、うん、っすぐな板のシート。 4人掛けパンツ一丁になってトレパントレシャツ楽な格好で着替えます女子も慣れたものでして、えー、スカートの下にトレパンをパパーっとタクシし上げてそしてスカートを脱ぐ特にトイレで着替えをすることもなく、うん、全員水泳選手も平気でございますはい着替えるのねそれぞれの席で男女とも着替え12時間の長旅に備えあ12時間ですか。か さて京都府代表選手として1年生ながら参加した私もう嬉しくて嬉しく2,3、えー、日前からルンルン気分、うん、列車の長旅も生まれて初めてそして面白い3年生の人たちが、うん、エロ話にエロ本次さん <laughs> 1>, <laughs> 1年生こっち来い、うん、いろいろと性教育をしてくれます、えー、これがむちゃくちゃ楽しいましていつも大会でその豪快な泳ぎを見ていた京都東山高校のスーパースター連中が何人も京都府代表選手として 参加私ももその仲間に入れてもらえる 100m 自由形の、T、山さん中学まで東京育ち江戸っ子弁でてめえたち1年生はよこれを聞くだけでよろしいな T 山さんのその東京弁教えとくなあれ俺はよ神戸の平泳ぎの子が好きでさ 大会の時も大阪プールでくどいたんだあと一歩だったんだよだから熊本じゃあの子絶対行くからね行くかでそれを聞いて「T 山先輩わしもね神戸の自由形の選手におれまして文通してるんですわ神戸の子はよろしな」すると T 山先輩「文通何寝ぼけたこと言ってんだよ文通なんて付き合ってるうちに入んねえんだよこのおタンゴラス」私おタンゴラスですかそして自由中距離の T さんもう面白くて迫力のある人ばっかり少し前京都府庁であった結団式では何も喋れなかったものの夜行列車の中はもう開放区、えー、高3のね先輩方ものすごく面白い。 といっても公立の堀川高校岩本先輩はそんな柄のよろしくない東山高校組とは距離を置いてね、えー、同じ公立の須崎高校の T さんと小声で何か静かに話をして、うん、そして下品な話で盛り上がる東山の61 <laughs> 人のプラスそ,、ね、そして西高の1年生の私、うんうんね、4人掛け8人の中に、うん、もうゴリラのおっさんみたいな軍部の高校 F 商業からただ一人選ばれた平泳ぎの N さんが「ええ、わしも入れてくれおもろそうやのうん」「南太平洋の原住民のような迫力のある顔」<laughs> うん「この人 100m 平泳ぎ近畿大会第1位<ー> 1> 当時1分16秒8この記録当時では全国のトップクラスやったんです」すでもあの頃の国体ねはもういわゆる種目が少ない、ええ、男子平泳ぎは 200m だけなんです」うん、200にななるるととガクンとタイムが悪くなる N 先輩、うん、国体はもう最初から諦めてます、ええ、でも4 0 0ルメドレーリレーの、ね、活躍が期待されている、うんはい、もう最初から2泊諦めとるけどわしはもうメドレーだけじゃんとか言うとただ,だ, <laughs> だこのゴリラさん人人一人言葉が違う、ええ、当時京都府 F 市から兵庫県に入った山奥に住んでいた N 先輩、はい、私など言葉のイントネーションがわからないんです、ええええ、それだけに怒ると大迫力。 高校生だから酒はは飲んんでいいいいまませなと思いますしかしなぜか顔真っ赤な顔してギャンギャンギャン笑い出した、うん、あの時初めて笑い上戸という人を知りました、うん、熊本の宿舎で無人の部屋でうなり声がする一、うん、年生見てこい T 山先輩に言われ23人で暗い和室6畳の間に電気をつけて入った、えー、誰もいないんです、えー、しかし押し入れで物音がガクンと聞こえた、えー、私恐る恐る電気をつけてその押し入れの襖をそっと開けた。えー するとぎゃーすっぱなかではないパンツ一丁で押し入れの下の段であぐらをかいて歯並びの悪いみそっぱのネル先輩にたーっと笑ってたええ何したかったんですかもうそしてなぜかふらふらと右左に体を揺らして揺れとるあの時ほどびっくりしたことありませんああああああネル先輩なんでこんなとこにやるんですかもうすっかり驚いた腰の抜けた私震えながら叫んだ まあ高校3年とはいえ N 先輩まだ未成年酒を飲むということは100%ありえないとは思いますがそんな巨体で顔もねもうアシュラみたいな顔して脅威が1メートル2 0あるようなのが自慢しとった。 ヘラクレス5でそんな恐ろしい人がそっと開けた電気の消えた押し入れの中で一人座っているという迫力不気味ささて京都府選手団を乗せた熊本行き急行天草岡山倉敷 福山地図でしか知らない街に停車していく。えー、そしてまた動く。我々の楽しみは各駅での駅弁乗り子です。はい、駅弁駅弁いかがですか。駅弁いかがですか。ホームを歩く帽子をかぶった駅弁売りのおじさん。我々高校生ね。えー、あの頃ね、もう鉄の胃袋。そうですよね。何食でも満腹感がない。うん、もうどんだけ駅止まるごとにあの時百円やった。 100円の駅弁買っては食べる一駅ごとに食べる途中で誰が脱落するか福山から岡山広島までちょっと距離があったよかった岡山倉敷なんかすぐ作るんですだ払えって言うてるけど食わないかみんなお金があるなぜか財布の中は学校からもらった選別私なんか母親の店のある室町京日商館十10店舗以上の皆さんからの選別これだけで私大金持ち熊本に着くまで でどこの駅でも駅弁が買えるお金を持ってます。うん、すいこの選別、たくさん代表選手を出している東山高校と。 一人しか行かない京都西高では選別の額が違うあ,あそりゃそうですわねもう私なんか学校から一人やけどドサーっともらってる一人分 1> 1人分やけれどよもそうねその予算があるから、ね、まして出発の京都駅で我が京都西高担任の先生はじめもう個人的に何人かの人が送ってきてくれて、ええええ、選別をいただいたそれをまた金もうたと自慢する私、うん、金もうた <laughs> すると他校の3年生がおい京都駅でもうた選別はな、うん 個人でモータンちゃうねん。うん、チームとしてモータン。ええ、そやからお前な一箇所に集めてみんなで使おう。ええ、怖い三年生や。 文句言われへん。ええ、それはひどいです。僕にくれはったお金とす言うても、あほ、フレフレくわばれて、応援団長が言うたんどこの学校や。そしたらもう10人ほどの白手袋の応援団員がみんな声揃えてたやろ。あいつらにもわしらを返さないか。から返さないか、応援団長にも。そしたらその金預かってあいつらにも返せほんまかどうかわからんけどもうわかりました、言うてね。お前、生えきなやっちゃう。 お前はとか言われて「うん、またぜい二部ぜ私一年生でかつ京都西高から一人参加、うん、長いものには巻かれる分かりました、うん、強制献金それも楽しい楽しい列車の中での出来事先輩ひどいですわ」あと大声ではしゃいでいたら団長の東山高校水泳部監督まさか虎尾先生はい、はい、通称まさかの虎七三に分けた銀髪私を自分の席に呼びつけ、ええ、桑原 君一人騒ぎまくった <laughs> なんで,なんで今から京都府を代表して国体に参加とするという厳粛な気持ちが君には見えん <laughs> これは京都に帰ったら西高の校長先生に俺から報告する<わ>分かったな うわ、怖い、怖,怖,怖い、怖い。あと、抑えよ、ね、うんで、うん。もう、私を脅します。もう、先生、それは言わんといてください。うん、もう、これから静かにします。うん、もう、私にしたら、悪いのは、東山の三年生の皆さん。うんうん、なんで、俺だけ怒られんねん。うん、そして、夜中、一睡もせず、喋っている。うん、我々、下の席を過ぎました。はいはい、そしたら、列車の案内が。 ただいまから急行天草号は関門海峡トンネルに入ります、うん、本州と九州を海底で結ぶ結ぶ日本でただ一つの海底トンネルです次は文字次は文字、うん、全員窓から身を乗り出す,んです、えー、そしてもうある程度距離あるけれど、うん、誰が壁の海水にタッチするか もうむちゃくちゃ <laughs> 足持ってたのから、もっと体伸ばせ。怖い怖い怖い。もう先生、虎は寝とるうん、うん、ってもうみんなそんなばっかり。えー、そしたら、やっぱり、横のね、関門海峡トンネルの壁が濡れてるんですよ。はい、これは海水に違いない。えーえー、はい。 その辺の嵐山の保津川トンネルとちゃうねん海水がもう海の底潜るとんねんそれをだから確かめろとかねもう何でも楽しいんですもうそういうことをだーっと遊んでいるねそしてもうおいこのトンネル潰れたらわしら即死やの「南北水泳選手言うてもな下関の出口まで潜っていかねえんで」もうそれだけで笑う何がしいねそして関門トンネルをくぐり文字に到着ここで機関車交換とかで20分の停車 す体が上級ったらかん <laughs> 出発までプラットホーム往復ランニングや、えー、負けたやつは汽車に乗らんと熊本まで線路走ってこい <laughs> 夜中の1時に <laughs> 時なんでプラットホームでマラソンじせないか。<laughs> <laughs> 1>, <laughs> 1年生は東山の3人と私の4人だけ、ええまあ、いわば一種の仕事ですね,そ,ですねその頃もうまさかの虎をはじめ引率の先生全員爆睡、うん、この門司駅プラットホームマラソン大会これで私すっかり疲れ果てて、うん、出発とともにストーンと眠りに落ちた「うん、熊本熊本熊本急行天草熊本終点です熊本熊本天草号にご乗車の国体京都風 選手団の皆さん、長らくのご乗車お疲れ様でございました。皆様の国体でのご活躍をお祈り申し上げます。熊本、熊本、カーキ色の京都府選手団のシャツに着替えた我々、熊本駅のホームに降り立った朝8時ですわ。ね、そしたらいきなり着物姿のおばちゃんたちが10人ほどババと前に私らの前に来て、駅のホームのアナウンスあのマイクが鳴り出した。お手もや。 「あんた嫁入りしたとかしたば」ってんなんとおてもやんの踊りで歓迎。 すごいな国体で、えー、そしてそれが済んだらセーラー服の女子高生が整列ですよ、えー、京都風選手団の皆さんようこそ熊本バーをお越しくださいました頑張って皆さんね試合頑張ってください我々熊本県民はもう皆さんのん歓迎いたします,しますそれではただいまから熊本県民の歌バーを歌いますたい,い,したいそしてほとんど忘れましたが、えー、サビだけ覚えとる。うん、日の国を ここにお子さん、おーお,ーおー熊本県民我らという歌を。<laughs> <laughs> 熊本県民我らあれだけ覚えとる火の国あそです。火の国を古いお子さんあ熊本県民我らはあ山麗しく水く。よく京都とえらい違いやな勢いがあるさすが熊本やな火の国やせやまして水球なんかはもう京都の沖高校と熊本清々高これ浦河の出身高校でございますもう間違いなくインターハイでもそうやったから京都大 熊本の決勝がかっいそしてもうバタフライだって熊本の八広東に佐藤浩介という選手と京都堀川の岩本浩二がどっちかが優勝するそうなんでいう京都対熊本というのがね京都新聞にはものすごい最初から歌われてって京都対熊本開催権熊本にどれだけ京都が迫るかというそして国体というのはね開催権が点取りよんねめ そしたらその歌聞いた瞬間「この歌ええなおお熊本県民我らこれはお京都とえらい違いでそしてそのまま九州女子高校か女子学院か女の子が「皆さんをただいまから宿舎宿舎場案内しますたいどこやねん」言うたらすぐ真ん前やって駅の真ん前送信館旅館 木造階「おいこれ倒れそうなとこやな」<laughs> 大丈夫かい、ね、わしらはお前今日熊本県民はな、うん、わしらにこんなとこいるよね、うん、えホテルいれへんがな」とか言いながらも、うんはい、その送信館というのに入りました<え>そしたら全員大広間に集合県の人が挨拶に来る「はい、熊本はよかところでしたい本当に美しか」ね「ね裏を流れるのが白河隊」うん ばってんこの川沿い夜は歩くのは危険たい、うん、そこは古町場あいうて2年前の売春防止法ができるまで赤線地帯でしたいばってん今も不法の店があるけん、うん、特に高校生は行ってはいけんばいい,けないそんなことを聞くと我々小声で行かないかんだ行かないかんそこは国体割引あんじゃないか500円ぐらいで行けんのちゃうかいろんな話をしてさあいよいよ熊本国体が始まるんでございますか <laughs> <laughs> ちょうど時間が来ましたので開会式は来週 <laughs> また来週 <laughs>、はい